春型水雷艇は、日本海軍の水雷艇、同系艇15隻、フランス海軍のシクローヌ級水雷艇が原型。白鷹との比較の結果、1896年度計画により、ノルマン社に4隻発注、翌年度計画より同系艇11隻を国内で建造した。確定の竣工は、日露戦争の開戦前後に重なり前提が参戦している。 このうち、記事は、日露戦争開戦直前に竣工、そのまま参戦したが、旅順方面紹介作戦の基戸に、津島南端の筒崎沖の暗礁に乗り上げて、破壊された。戦隊は放棄されたが、修理の名目で新艇が、建造され艦名はそのまま継承された。そして、新艇完成18日後の日本海海戦にそのまま、参加している。 その他の同系帝に戦没した帝はなかった。1919年から1923年にかけて確定除籍された。明治期の水雷帝はこの方で最後となり、また昭和に復活した水雷帝は事実上の小型駆逐艦であることから、実質的に日本海軍最後の水雷帝であった。括弧内は建造所、組立所、ノルマンフランスノルマン社、クレイコール、 クレゾー戦川崎イコール、川崎ゾ船戦定名読みは、明治31年3月16日付けたち第28号、明治31年8月27日付けたち第160号、明治33年10月15日付けたち第162号、明治34年12月18日付けたち第171号を、それぞれ参照のこと。ありがとうございます。